人間から大好きなママを守るため、コサイは命がけで周りの悪い人たちを追い払って、その小さな頭でママの近くにいた男たちに次々とぶつかった。少し前、男たちは突然コサイの母親の近くに現れ、母サイが注意を払わないでいると、彼らはこっそり黒犬の出目を追い、母サイが目の前のものを何も見ることができなくなると、男たちは母サイを地面に押し倒して麻酔薬を注射した。母サイが完全に意識を失うと、男たちは巻き尺を手に取って母サイの角を測った。そして、一人の男がチェーンソーを取り出してサイの角を切り落とそうした。やがて母サイの角はチェーンソーで切り落とされ、角のクズが地面に散らばった。しかしこれで終わりではなく、大きな角だけでなく、後ろの小さな角も切り落とそうとし、母サイの2本の角は完全にチェーンソーで切り落とされた。近くで遊んでいた子サイは母親がいじめられているのを見て、自分が危険にさらされているかどうかを少しも気にせずに、この悪者のグループを追い払うために駆け寄った。一人が手で制したため、一度身を引くもやっぱり心配なのか鼻先で追っ払おうとした。母サイを守るため真剣な眼差しを向ける子サイを見ていると、保護区のスタッフたちは無力さと感動を覚えた。サイの角は高価であるため、密猟者の多くはこの保護区のサイに注目し、効率的に貴重なサイの角を手に入れるために、ほとんどの密猟者は直接サイを殺すことを選んだ。絶滅の危機に瀕しているサイを保護するため、保護区のスタッフたちは合法的かつ正式な手段でサイの核を取り除き、核のないサイは不法ハンターにとって無価値になるので、こうすれば密猟者に殺されることはなくなる。地面に倒れて動かない母親を見た子サイは、スタッフたちが母親に危害を加えたと勘違いし、母親を守るために必死に戦った。大人の男性数人を前にして、子サイも非常に怖かったのだろうが、彼は退くことを選ばず、小さな体で母親を守った。密猟の横行で多くの子サイが両親を失い、日本でもかつては伝統薬の成分として使われていたサイの角、アジアの野生動物市場では未だに取引があるため、アフリカでのサイの密猟も後を絶たない、昔からハンティングの標的となっていたサイですが、1880年代の植民地時代も乱獲は続き、大量のサイの角が闇市場に流れていきました。中国では頭痛から癌まで様々な病気を治してくれる健康促進の伝統薬として信じられており、今でも根強い需要があります。ベトナムでは富の象徴として置物や装飾品として富裕層に求められています。闇市場ではサイの核1本あたり2000万円近くの値段で取引されていると言われています。かつては世界に50万頭いたサイですが、現在は3万頭もいないと見られています。密猟者の多くは道具を使って角を顔から切り取る、即死することもあれば、中にはまだ生きているのに角と一緒に顔の一部まで切り取られ、ゆっくりととても苦痛な死を迎えなくてはならないサイもいます。将来博物館でしかサイが見られないなんてことにならないように、今でも多くの人々がサイや彼らの生息する生態系全体を守っていくための活動を続けています。最後までご視聴ありがとうございました。お気軽にコメントしてください。よかったらチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。では、次の動画でお会いしましょう。